8 7「3人は今日昼夜が門さんへ入る時から見張ってい籠カゴが5丁来ると行き先を聞いた金蔵はまた3人から離れず箕面へ向かう後からついてき服部という村で追い越したというだからここで道を変え稲川へ出て大阪へ戻ろう。 と金蔵は進めた。あなたは不思議な人だ。と中也が言った。いや、周り合わせも不思議だが、どうしてまた私のためにそんな心配をしてくれるんです。あなたにだって仕事があるんでしょう。そいつを言われては平行です。金蔵は首をすくめた。 何しろお天ト様の下では口に出せない稼ぎですからね。そうか、これは悪いことを言った。師匠には初めから打ち明けてあるんで、別に気にしやしませんがね。と金蔵は苦笑いをしていった。どうして心配をするかと言われても、こいつも返事に困りますな。まあ、こじつけてみれば。 同じようなことに二度も出会ったので、黙って見過ごすのが惜しくなったんですかな。ところで一体、あの侍たちは何者ですか。中也は箱根での出来事を簡単に話し出したが、間もなく右へ分かれる道があり、金蔵はそっちへ曲がるのだと言った。いや、このまま行こう、と中也は言った。 もう切りをつける方がいい。今日はこっちもやりたいんだ。相手は三人ですぜ。一人は傍だ。中夜は話を続け、吉原藤次郎の右腕を切ったことを告げた。だから勝負をする相手は二人だし、天竜川で会った時様子を見たが、どっちも腰の決まらない。 とぼけたような若者だったよ。それじゃあ無理に乙女はしませんが。へえ、世の中には無定な人間がいるもんですね。と金蔵は首をかしげた。その老いぼれが焼き餅を焼くのは、まあ、性分だからやむを得ないとして、家来がそれを親分の恥だと言って人を切ろうとは、 チゲザタじゃありませんかそれともお武家の世界じゃそんな理屈も通るんですかねどうだかなと中也は苦笑した侍の中にも刃物を持った狂人がいるからそういうやつは片付けてやるのが世間のためだろう今日はお人柄が違うように見えますね 身ので何かあったんですかあった。が、その話はよそう。中也は左手で脇差しをぐっと押さえた。泥でも飲んだような嫌な気持ちで何か人暴れしてやりたいと思っていたところだ。相手には悪ですな。金蔵はニッと笑った。 拝見させてくださるでしょうね。手出しさえしなければな。カゴをどうしますか。承認に使えるだろう。金蔵はいぶかしげに中也の顔を見た。こっちからはかからない。と中也はその目に答えていった。三人の方で仕掛けてきたこと。こっちは一人で。 やむを得ず向き合わせたということをね「これはもう師匠の勝ちだ」「なるほどね」と金蔵はまた首を振って「育ちが違うと頭の働きも違う」「恐れ入りましたよ」「金さんは私の素性を知ってるのか」「あの3人と一緒に5日間もつけまわしたんですぜ」 品川で会った時にもお侍だろうと睨んだが、今度初めて旗本育ちで中藤中也さんと探り出しました。私は武州無宿の金蔵。どうかこれからは三抜きで金蔵と呼んでくださいまし。私にとっては恩人だ。金蔵なんて呼べるものか。と言って忠也は足を緩めた。 いるようだ。あいつらだろう。金蔵は向こうを見た。片側が松林、片側がりたになっている道の松林の中に人の姿が見えた。村と村との間で、近くに人家らしいものはなく、往来のものも見えなかった。らしいですね、と金蔵が言った。 私はちょっとお先に。そして急ぎ足になり、呼び止める暇もなく先へ行ってしまった。昼夜は立ち止まり、籠屋が追いつくのを待って、これから起こることの承認になるようにと言った。籠屋は尻込みをしたが、離れたところにいて危なかったら逃げろと言い、ダチンとは別に何がしかを包んでやると、 今度は喜んで承知した中也が歩き出しながら見ると金蔵は松林を通り抜けて2丁余り先へ行っていたこっちが近づくのを待っていたのだろう松林の中に身を潜めた3人がやがて道の上へ現れた間合いは約20軒吉原藤次郎は まだ右手を懐に入れたままで、他の二人の侍を左右に置き、昼夜の歩み寄る姿を鋭い目で睨んでいた。昼夜はまっすぐに歩いていった。吉原は二人に目をやり、二人の若侍は慌てて袴の棒立ちを絞り、刀の使い手をかけた。二人とも下駄で、 タスキや汗止めをする様子もなかった中也は30尺ばかり距離を詰めて立ち止まった「中藤中也だな」と吉原が呼びかけた「今日は逃がさんぞ」中也は黙っていた「増村千之助」と叫んで吉原の右にいる若侍が刀を抜いた 続いて反対側にいる若侍が、引きた京之助と名乗って刀を抜いた。こいつは知っている。箱根で見かけたあの若者だな、と中也は思った。俺は貴様たちに何の恨みもない、と中也は言った。しかしこれではきりがないから、今度は相手になろう。 断っておくが、今日は容赦しないぞ。待った待ったと叫ぶ声がした。彼ら三人の後ろへ、金蔵が戻ってきていたのだ。やいこいつら、三人に一人とは卑怯だぞ。中也にも意外だったが、三人はよほどびっくりしたらしい。中也を警戒しながら振り返った。 金蔵は道中差しの束に手をかけていた。俺は通りがかりのものだ。と金蔵はなお叫んだ。事情は知らないが、侍と町人。一人と一人ならまだいいが、町人一人を侍が三人でかかるのは見ちゃいられねえ。さあ、一人ずつでやるか。さもなければ俺が助だちするぜ。 よし、そいつは引き受けた。と言って吉原は二人に目配せをした。こっちは構わん。中屋をやれ。引田と松村は中屋に対して構え直した。吉原は金蔵に向かって踏み出し、金蔵は素早く松林の中へ入った。貴様は展望だな。 と金蔵が吉原を嘲笑した俺は無縮者で数え切れねえほど血を浴びてきた人間だぜなめてかかるともう一方の腕が危ねえだけじゃあね二度とお天と様が拝めなくなるぜ危険な夜渡りをしているものは用心深い金蔵は吉原に油断しなかった なんと言っても侍は侍。右手が使えなければ左手で戦う工夫ぐらいするだろう。左手から目を離すな、と思った。中也は左手で脇差しのつば下をつかみ、右手は緩やかに垂れて一歩二歩と前へ出た。引田の方が焦っている。初めに仕掛けるのは引田であろう。 そう認めたので、中夜は増村千之助の方へゆっくりと歩み寄った。間合いが十五尺ばかりに縮まった時、機械をらえたと信じたのだろう。引田が血を蹴って切りかかった。その叫び声は、体を後ろへ引いた中夜の寸前をかすめ、中夜の腰からぎらっと白人が斜めに走った。 増村は自分が仕掛けられると思い十尺ばかり後ろへ飛びし去ってそして引田が道の端に倒れているのを見ると顔色を変えてもう一とび後ろへ下がった引田は道の端の枯れ草の上にうつ伏せに倒れ左手で脇腹を押さえながら両足を縮めた片方の下駄は 離れたところに転げてい,い、頭の脇に刀が投げ出されていた。どうするんだと中也は増村に言った。これでよすのかそれともやる気か増村、どうしたと吉原の叫ぶのが聞こえた。吉原は左手に脇差しを抜いて持っていた。 それだけのことらしい。金蔵は松氏の中を動き回りながら、吉原が別に奇襲を持っているわけではない、ということを確かめた。どうやら一人は片付いたようだ、と金蔵は吉原に言った。もう一人片付くまで俺はおめえを押さえておくぜ。松村 と吉原はまた叫んだ遅れたか中夜は大きく前へ一歩出た増村千之助の顔は赤黒く土壌しその目はつり上がっていた切迫した呼吸のために肩が波を打ち正眼につけた刀の先が細かく震えていた 中也はさらに一歩進んだ。いけねえと金蔵が叫んだ。師匠、後ろだ吉原藤次郎が突然身を翻し、中也の後ろへ襲いかかったのだ。中也はかわそうとはしなかった。横へも飛ばず向き直ると、突っ込んできた吉原の前で体を沈め、 鋭い掛け声とともに力いっぱい刀を横に払った。剥き直るのもさして早くは見えなかったし、刀を横に払う動作も力はこもっていたが素早くはなかった。にもかかわらず、それらは極めて的確で力強く、一つの典型のように美しく見えた。吉原は 腰のところを十分に切り離され、ガクンと膝を折ると、右側を下にして倒れ、二の立ちを防ぐつもりか、倒れたままで左手に持った刀をあげたが、それは反射的なものだったと見え、その手もまたすぐ地面に落ちて伸びた。中也が振り向くと、増村千之助は逃げ出していた。 やりましたねえ。と金蔵が怒鳴りながら松林の中から出てきた。驚いた。私はまだこんな見事な切り合いは見たことがありません。大したお腕前ですね、師匠。こいつらをどうしよう。中也は開始で入念に刃を拭いながら聞いた。 売っちゃっとけばいいでしょう。と金蔵は言った。途中の服部で村役人に届ければ届けるんですが、そんな必要もないと思います。さあ参りましょうかね。金蔵は手を挙げて籠屋を呼んだ。昼夜は倒れている二人の姿を冷たい目つきで見合った。二人とも 低くうめき声を漏らしてはいるが、体は少しも動かなかった。中夜は胸の中が少しもさっぱりしていないことに気づいた。独白。私はまた、あの不思議な緑色の幻を見るようになった。舞坂から荒井へ渡る船の中で、あの方に見つけられ、 はじめは伊勢参りだと言うつもりだったが、口から出た言葉は反対になってしまい、あなたのお供をするつもりだと大胆に言い切った。あの方はそうかと言った。私も自分の気持ちをスラスラと話せたし、あの方にも素直に受け取れたようだ。ちょうど箱根で、 あの方の行き詰まっていた浄瑠璃の節が、あたしの口三味線で自然に動き出したように、はたから見れば、ずいぶん異様なことのように思えるだろうが、あの方とあたしの間では、異様でも何でもなく、前から決まっていたことが、その通りになったという感じでしかなかった。あの緑色の幻が現れるようになったのは、 あの方と一緒に旅をし始めてからのことだ。大抵は眠ってからあと、特に歩き疲れた時に多いが、一眠りした自分にふっと小さな点のようなものが現れる。ああ、またあれかと思うと、その小さな点が大きく広がって、キラキラと眩しい緑色に輝きながら、 生き物のように揺れうごめくのである。すると体が浮き上がり、どんなに力んでも抑えきれず、腰から下半身に痙攣が起こって背筋が反り、両手両足の先まで痺れるような陶酔に浸されてしまう。それは軽く過ぎ去ることもあるし、長く続くことも、また一度過ぎ去ってから、 間を置いて二度も三度も繰り返し襲われることもあった。時にはうめき声が出るのだろう。あの方に呼び起こされてすぐにはその陶酔から抜け出すことができず返事をするにも舌が動かないのに困ったことさえあった。考えるまでもなくそれはあのことの代償なのだ。 本田五郎兵衛という人の時、初めて知った体の喜びが満たされないままにいると一人でに生きて動き出すのだろう。自分ではそんなことは考えもしないし望みもしない。あの方のそばにいると生めいた気分など起こりようもないのだが、体の中ではあれは生きているのだろう。 5日目とか10日目とか決まった感覚はなく半月も静かでいるかと思うと2番も続けて起こることがあるそしてその後では頭もすっきりするし身も心も爽やかになってつい鼻歌でも歌いたいような気持ちになるのであった「あの方は変わってゆくばかりだ」 くしづけに熱中しているときは顔つきにも怖いほど気力がこもって見える。強く張りすぎた酸の糸のように神経がピリピリしてそばにいるあたしまでが息苦しくなるくらいである。けれども一度仕事から離れると休みなしに酒を飲み酔いつぶれるまではやめようとしない。大阪へ来てからは それが一層ひどくなり、金が続くかどうかわからないので、天満の宿屋を引き払い、黒江門町にあるこの橋屋の二階へ部屋狩りをした。はじめにあの方から預かったお金は別に取っておき、私が江戸から送ってもらうもので賄ってきたのだが、たった二人でも遊んで暮らすということが、 どんなにお金を食うものか、今度初めて分かった。この橋屋の二階へ移る前、江戸から取り寄せた金に添えて、あたしの預けた分はこれで全部。あとは江戸へ帰る旅費だけしか残っていない。という手紙があるのを見てそう思ったのだ。もちろん驚きもしなかったし、心細さなど感じなかった。 いざとなれば角づけをしてでもやってゆくつもりだから。幾田半次郎さんと出会ったことは、例えようのないほど嬉しく心強かった。大和屋さんに聞いて、前から幾田さんのことはほぼ知っていたし、時和図を歌うところも見たことがある。今に金田優の名を継ぐ人だと聞いた覚えもあるようだが、 こんな遠い他国で会おうとは思いもかけなかった。幾田さんはあの方の幼な友達であるだけではなく、真からあの方の才能を信じ、あの方のことを案じていらっしゃる。上方では江戸の浄瑠璃や芝居は受けない。全く水が合わないのだと言いながら、竹本座の人形浄瑠璃なら、 若手の人たちでどうにか上演できるかもしれないと熱心に口説き回ってくれたらしいそうしてほぼ相談がまとまった時未面のことで駄目になってしまったあの日あの方が巻き差しを出せとおっしゃった時不安になってどうなさるのかと聞いた2人で旅をするようになってから そんな試しは一度もなかったし、あの方が武家育ちなので、どんなことが始まるのか、検討もつかなかった。どうぞ何事もありませんように、と祈るばかりであったが、あの方は、中座と角座と藤川座の人たち、合わせて四人を身のへ連れ出した。はじめは、 四人とも切ってしまうおつもりだったようだ。あの前の晩、あの方は酔いつぶれて眠っているものと思ったが、実は幾田さんの話を聞き、陰で笑い物にされていたことが、どうにも寛にならなくなったということらしい。あの方は何もおっしゃらなかったけれど、幾田さんの話によると、藤川座の その腕は大阪へ帰ってからすぐ外科のお医者に切り取られたが命に別状はなかったそうである他の3人は何もされずに済んだが皆芝居の作者部屋の人たちであったため竹本座で上演するという相談もとうとう立ち消えになってしまったのである。 生田さんは昨日京都へ行かれた「南の芝居の生やし方に知っている人があるからそっちで当たってみる」ということであったそのすぐあと箕面堂の服部というところで人が二人切られ一人の命は助かったが一人は死んだその死んだ一人は持っていた名札で 吉藤次郎。どこかの藩主らしいが藩の名は不明だと瓦版で読んで私はぞっとした。吉原というのは本田さんのご家来でいつか私にみだらなことを仕掛けた人だ。その時は主人のために三沢が固いかどうか試したのだと苦しい言い訳をしていたが本心は 私に気があったのだろうと感じた本田さんの嫉妬心も尋常ではない本田さんに言い含められたのかもしれないがそれをいい口実に自分の望みを果たそうとしたのだと思う箱根であんなことになった時吉原は自分の勝手な恨みであの方を狙う気になったのに違いない 多分自分の重いものを取られたという気持ちなのだろう。それでなければこんな遠いところまでつけてくるはずはないし、吉原を切ったとすればあの方の他にはないであろう。その日あの方は身の上いらしたのだから。二人を切った人が誰であるかは瓦版には出ていなかった。 籠屋が証人になって、服部というところの村役人に訴え、証人があったので、切った人はお構いなしということになったそうである。あの方は何もおっしゃらないけれども、これまでのいきさつと、その日の事情を考えれば、切ったのはやはりあの方だという他はない。あの方は、 芝居の作者を切るつもりでいらして、吉原たちに出会い、吉原ともう一人、おそらく引田京之助ではないかと思うが、王おきりになった。天竜川の時から、いつかこんなことになるのではないかと心配していたが、これで嫌なことが一つ片付いたわけであり。おかしなことだが、私は心からほっとした。 あの方は、夕べ出て行ったまま、もう今日の日もくれようというのに、まだ帰っていらっしゃらない。珍しいことではないけれど、だんだんに変わってゆくあの方の様子を見ていると、これからどうなってゆくのか、恐ろしいほどの不安に襲われる。あの方を支えているのは浄瑠璃だけだ。浄瑠璃の節付けをしているときのあの方は、 本当に生き生きとして力強く、充実した命が炎を上げているように見える。もし浄瑠璃が上演されれば、あの方も本望だろうし、それを機会に元通りの暮らしに帰れると思う。生田様の今日の話がうまくいくようにと、今ではそればかりが頼みの綱である。